ご注意、切り替わるハニーワークス。はい。ててここ変わってんじゃない？恋愛運はガタガタだったわ。お、誕生日来た。柴犬くんかな？柴犬くんかな？確か。お誕生日が。え、これ本当？本当だっけ？あれ？本当だっけこれ？4月1日、これエイプリルフールだから、なんか、本当にハッピーバースデーなのかわかんないんだけど俺。あ、やばい！やりやがったな。おもろいな、これ。え、待って、これめっちゃおもろいんだけど。え、これ、8プじゃねえや。これさ、あれじゃ、あの、フレンドで送るやつだよね。申請できるやつだよね、これ。おもろ、あ、でも、ガチっぽいね、この、ハッピーバースデーは。おめでとうございます、とりあえず。で、どこら辺変わったのかちょっと見ていきたくて、今回。あ、ブンブン、ブンブン注意報、小八ジャック。ブンブン注意報って、ヒカキンさんじゃないよね。やばいこれ。え、あい、ヘッダーにしたいんだけど、これヘッダーにしようかな、俺のツイッターので。いろいろこれあって、あちこちで、蜂が大量発生してるみたいな感じで書いてあるね。オフにすると通常でノーツデザインにできて、あ、なんかノーツデザインが変わるみたいですね。え、なんか楽しみなんだけど。今日は何かが起こる。詳しくはお知らせ見てね。え、これお知らせ見たいんだけど。え、これお知らせどうやって見んの。え、めっちゃ気になるんだけど、やばい。え、なんかさ、ハニプレもなかなか手に込んでるね。さっきね、あの、プロセガの方やったんだけど、ハニプレも結構面白そうだね。何か起こるってさ、書いてあったから、ちょっとね、気になって。なんだろうね。不具合のお知らせだって。いや、これガチじゃん。とりあえずさ、なんかガチャの方とか見て、あ、ここさ、こうやって変わってんだよね、俺。さっき見たんだけど。これガチャとかさ、なんか8出てこないかな？大丈夫かな？これ無料ガチャちょっと引きたいんだけど。あ、ここも変わってる。え、やばくない？演出とか変わってる？ SS じゃねえや。あ、ここは変わりは特にはない。蜂が出たりはしないよね。だ、大丈夫だよね。蜂、ああー、出たね。柴犬くん出たじゃん。誕生日ガチャって柴犬くんしか出ないのかな。まあその辺ちょっとわかんないんだけど。え、ここのさ、バナーみたいな変わってるのいいね。まあひとまずガチャはそんな変わりなさそうなんで、あのノーツデザインが変わったって書いてあったから、ちょっとね、やっていい？なんか新曲さ、まだ来てないんだけど、ちょっとやりたいな。ミスターダーリンも前回やったから、どうしようかな。恋のコードでもやろうか。ちょっとね、やりたいわ、これ。え、楽しみなんだけど。ちょっとね、いつもプレイ動画見てくださってる方からしたら、今回のプレイめちゃめちゃ下手ってなるかもしんないんだけど。めちゃめちゃ楽しみなんだけど、どうなってんだろう、ハニープレイ。これ、え、限定、あ、限定好きになってる！やばい！え、なにこれ？え、かっこいいんだけど。え、ちょ、やばい！なにこれ。なんだこれ。え、なにこれ。蜂がいる。おもろ。え、待って、これおもろいんだけど、普通に。恋のコードがネタにしか見えない。え、面白い。確かに、蜂大量発生してるわ、これは。手込んでるね、なかなか。面白いわ、これ。しかもさ、SE の音。なんかね、ピキピキみたいなさ、なんか、小さい音になってるね。え、これさ、期間限定じゃなくてずっと実装してほしいな。割と見やすいわ、これ。このノーツが。なるほどね。まあ、フィーバータイム、タイっても多分特に変わりはないんだよね、おそらく。限定スキンで、こうやってね、おそらく、蜂がね、大量発生みたいな感じになってると思います。もう赤いノーツまで蜂だからね、あれ。これやばいね。これさ、別の場所押した時にさ、これ。こうなるのいいよね。なんかなかなかおしゃれだよね。この六角形みたいな。五角形だっけな。鉛筆の形してるやつだよね。いくよ。どこに行くの？さあ、フルコンボできました。ひとまずね、クリア画面とかも見てみようかな。なんか変わってるかもしんないし。ここは変わってんだよね。なんか赤色の蜂って怖いな、ちょっと。この辺は蜂が降ってきたりとかは特にないよね。コインが蜂になってるとかはないよね。チューリップの。あの花の部分だけ蜂みたいな。やめてね、それ。ちょっと気持ち悪いから。ちょっと気持ち悪いって感じるから、それは。とりあえず、熊丸の顔が蜂じゃない、蜂になってたらやばいよね。面白いよね。それはそれで。めちゃめちゃ、なんか、どす黒いけど。まあ、とりあえず、こんな感じでやっていきました。あと何が変わってんだろうね。
特に変わりはないのかな。 CM 見ても多分何もないと思うし。あ、でね、今ね調べた感じ、なんかホーム画面でなんか起こるみたいなんだけど、さっきホーム画面見たんだけど特に何も起こってなかった気がするんだよね。タイトルね、タイトル画面ちょっと一旦戻ってみて。え、何も変わんなかったんだけど、特に何が変わってんのこれ。いや、え、何おもろすぎだろこれはこれは面白いわ。なんだこれ。いや、もうこれは集合体恐怖症になるって。